緊張しろ。はい。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。水曜日7時を回りました。ヒッティングチャンスの時間です。今日は数えて第202試合目です。3月18日水曜日7時、今日は久しぶりに学童野球のチームがスタジオに来ていただきました。さて皆さんはどちらのチームですか？尾藤ドラゴンズです。 OK、 尾藤ドラゴンズの6年生7人お越しいただきました。卒業式いつ？明日です。明日、はい。小学校の卒業式を明日に控えた、6年生7人、後ほどじゃ楽しいお話聞かせてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい。ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社ヤフソ工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムワザ歯科、沖縄市山内上切館団家、ベースボールプロショップ大根山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。はい、コマーシャル入りました。コマーシャルが2回で、今日は歌は1曲。これってマイク入ってますか？入ってますよ。だから持ってちょうだい。いつも持っといて、誰かが。これさ、大丈夫ね。はい、はい、大丈夫か？酔っ払ってないか？3年生、これ桑田なり、トール君？桑田シュール。シュール。やめたんじゃない？やめてない。比嘉君は何？比嘉はダイナ。ダイナ。前田君は？コア。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 これ俺の弟です。ケンシロウ？ケンシロウ。あたたたたたたたというか。シチュアでかいです。これ、マジ大事なんだけど。うん。じゃあ、9号とじゃあ、違う。あのスイングスピードとか1位と言います。小厚くんは6年生じゃないのか。あ、兄弟です。弟、はい、双子、これ双子。うん、流星と双子は何て言うの？あ、違うな、弟が双子です。ああ、じゃあこれ6年5年じゃなくて5年なの、2人。はい、だな。はい、何リュークと何？リュークとレント。レント、はい、俺のお兄ちゃんもリュークとレントです。そうっすか。本当か？はい、本当です。君のお兄ちゃんは何？リュークとレントで、はい、高三か。彼の弟はリュークとレント。リュークっていうのが俺なんかの、リュークリーニーが。でもでもいい話。一番すごい。二番目すごい。すごいな。お父さんお母さん相談したの。これでつけていいんですか？何もつけるわ。今日なんか何だろう。これ待って、 CM だ。綺麗な肉材って言われたから。流れてるコマーシャルも初めてだよ。俺が3人食べてるの。コマーシャル、なんか変な女の人だねえや。こんにちは、ニューヨーク。これ高いですか？失礼します。はい、始まるよ。あと何分？あ、赤チポーズ。終わったらこれ外さないと。10秒前です。はい、マイク上げます。はい、改めましてこんばんは。こんばんは。はい、今日は尾藤ドラゴンズの6年生7人にお越しいただきました。ではキャプテンからお一人ずつ自己紹介お願いします。どうぞ。尾藤ドラゴンズのキャプテン塚山健人、ポジションはサードです。はい、
ライトの川光健也です。はい。レフトの小発流星です。はい。キャッチャーの平翔吾です。はい。ファーストの上津敬吾です。はい。センターの野原大成です。はい。ピッチャーの松田敦樹です。はい、以上6年生7人にお越しいただきました。明日は卒業式ということで、はい、そうです。はい、大丈夫か。はい。みんな卒業できる。はい。留年はいない。いません。いません。大丈夫。はい、はい、いるんじゃ。ちょっと君だけは体育館じゃなくて校長室に来てくれとか言われてる人いないか。いません。いません。いない。いません。まあ、小学校ではそういうことないか。はい、はい、よかったな。はい。キャプテン、はい、ケント君、はい、どうでした小学校6年間。彼女できたか。いや、できてません。できてないですか。はい。そうですか。ケンヤ君、はい、はい、あなたはどうでした。楽しかったです。楽しかったです。はい。何が彼女作ったことが。野球がそっか。はい。流星君、楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。お揃いか。はぁ、そうか、コーラス部だな。翔吾君、はい、はい、どうですか。ちょっといろんなこともあったんですけど、うん、まあ楽しかったですね。はい、はい、いろんなことどんなことですか。ちょっと悪さをしたりとか。悪さをしたり、具体的に言うと。ガラス割ったりしよう。はい、はい、わざと割ったのか。いや、わざとではないんですけど。わざとではないんですけど、はい、はいはい、誤って割っちゃった。はい、まあ、そういうこともあるか。はい、はい。お隣の慶吾君、はい、あなたどうでした。あんまり楽しいっていうわけでもありません。待てお前、暗い6年間送ったのか。楽しい時と楽しくない時は。ああ、そうですか。はい。圭吾君、はい、楽しくなってくれ。あなた宛てメッセージが届いてます。圭吾ファン1号、いよいよ明日卒業式だね。いろんなことがあった6年間、あっという間でした。これからもお父さんとお母さんは全力で応援するからね。頑張れ圭吾。はい。いや、まあ、もう一回戻すからさ、なんか頑張れ敬語って言ったらなんか答えてくれんか。はい、いいですか、もう一回戻すよ。はい、はい、お父さんとお母さんは全力で応援するからね。頑張れ敬語。はい、よーし、頑張れよ。はい、はい、もうおそらくお父さんとお母さんラジオ聞きながら泣いてるんじゃないか。はい、大成君、はい、はい、どうですか。また一人だけ派手なシャツ、黄色ピッカピカやな。あ、大丈夫か。はい、眩しい。はい、どうですか。6年間です。はい、あ、楽しかったです。楽しかったですか。はい、例えば運動会とか。運動会、はい、一番だった。いや、捻挫しました。あった。それが楽しい思い出か。はい、あ、OK、 分かりました。でもう捻挫治ったか。はい、はい、気をつけてよ。はい、はい、アスキ君、はい、はい、あなたは野球が楽しかった。野球が楽しかった。またかっこいいメガネかけてるな。これウルトラマン変身メガネ。最近流行ってるよな。なんていうのこのタイプ。スポーツメガネ。スポーツメガネ。あ、なんかやっぱウルトラマンに変身しそうだけど。あれ、何、視力は何ぼですか。わかりません。わかりません。わからんぐらい悪いわけ。覚えてません。覚えてない。そっか、メガネ外したら俺の顔見える。ダメで、ぼやけると思います。ぼやけるわ。相当きついかもしれんな。はい、ああ、勉強のしすぎ。わかりません。わかりません。ゲームのしすぎ。両方あると思います。両方あると思います。そうですか、まあ、今からでも少しずつ練習したら元に戻るかもしれんから頑張れよ。はい、うん、はい、お、いいですよ翔吾君、はい、素晴らしい返事で、はい、ああ、みんなの人気者だと思います。ああ、そうですか、はい、やっぱりな、翔吾君みんなの人気者ですか。自分で言うのもなんだけど、みんなの人気者だと思ってる。思ってます。おーし、 OK、 分かりました。じゃあそれをキャプテンケント君、はい、翔吾ってどんなやつ。やらかさで。やらかさで。そうそうそう、とたまに滑る時があります。たまに滑る時がある。そうですか、はい、分かりました。ケンヤ君、はい、ケントってどんなやつ。タンチャー。タンチャー。小学生なのにもうタンチャーが始まってるわけ。
ちょっと問題だなこれは。流星君、ケンヤってどんなやつ？友達思いで、うん、優しくて、うん、可愛いけど、うん、たまにイラつくことがあります。たまにイラつくことがある。そうか、友達思いで優しい。はい。女の子に人気ある？超モテてます。超モテてる。おー、うえー、ありがとうございます。だけどにたまにイラつくことがある。どんなやろわけ？あれね、あ、女子からもらったチョコレートを見せびらかす。はい。してねえし、イラつくなそれはな。困ったやつだ。わかりました。翔子くん、はい、流星ってどんなやつ？あ、友達思いだし、うん、だし、すごい人気者だと思います。人気者、はい。おい流星、流星人気者って。おい、あと僕が滑った時には、うん、あの次に必ず受け狙って、うん、受けます。あ、はい、君が何滑った後に必ずカバーしてくれるんですよ。あ、カバーしてくれる、フォローしてくれる、はい、いいやつだね。おい、例えば、例えば、まあダジャレとかも。はい、どんなダジャレ？はい、ダメだ、ソースが、あ、ソースうまそうっすねとか。ああ、そしたら流星なんて言うの？あ、滑ったらなんて言うの？時と場合に。そうか、いきなりでも美しいか。OK、 わかりました。じゃあ圭吾くん、はい、翔吾はどんなやつですか？ちょっと変態で。変態変態ではありません。いきなり変態か。違うと思います。はい、変態でパワーがあって野球でも結構活躍する人です。ああ、変態だけど野球でも活躍する。いや、変態ではないです。変態だろ、変態だろ、失礼しました。これはな、本人がより周りが大体知ってるよな。はいはい、じゃあ翔吾目つぶっといて。はい、翔吾変態だと思う人。わー、オッケー。誰も手を挙げなかった、安心して。じゃあ圭吾くんに聞いたから大成君、はい、圭吾、はい、ってどんなやつですか？彼女思いで。彼女思い。待って待って待って、友達思いじゃなくて彼女思いなわけ？あれ。あんで、はい、思いで。あ、野球も上手で。野球も上手で。モテている人。モテている人です。おい、敬語。はい。おい。はい。彼女思いって顔赤くしてからね。あ、おい。何、大勢、例えばどんなところからわけ？雨降ったら彼女にハンカチ渡してから自分は傘で帰る。めっちゃ分かりません。あ、それはまだ見たことない。はい、あ、か、おはようとか。おはようとか言う。はい、手振ったり。手振ったり。人気者だね。よーさえ、あすきくん。はい。はい、大勢はどんなやつですか？野球ではライバル的存在です。お、ライバル的存在。ということ、君がピッチャーだから、大勢もピッチャーやるのか。あ、足の速さ。あ、足の速さ。バッティング。よし、じゃあ例えばアスキーは 100m 何秒？14から5です。14から5、大勢は14ぐらいです。お、勝負したら誰が速い？大勢です。大勢が速い。あ、じゃあアスキーはじゃあたまに足引っ掛けて転ばして勝つんだ。それしか勝ち目はない。あ、そうか、頑張れよ。じゃあまともに走って勝てるように頑張れよ。はい、はい。じゃあ戻ってケント君、はい、キャプテン、はい、アスキーはどんなやつですか？たまるなや。イケメンで。イケメンで。光ってて。イケメンで。頭が良くて。頭が良くて。みんなからモテてる。みんなからモテてる。おー、最高じゃない。あれ？さっきのケイゴとアスキーと誰が持ってる？ケイゴ、ケイゴ、ケイゴ、ケイゴ。あれ？何？ケイヤが一番モテる。大勢。ショコじゃん。大勢。いや。オッケー、オッケー、オッケー。わかりました。一番モテるのは誰かよくわからんけど。はい。今一番モテる人に入ってなさそうだな、ケントはな。はい。なあ。ああ。本当は？持ってません。持ってません。なんか持ってません。ケント君、キャプテン。はい。美都小学校6年生何組ですか？4組です。4組、はい、はい、1組の人、はい、お、翔吾1人、2組、
いません。いません。三組。はい。三組二人四組。はい。おお、四組四人いるね。はい。四組楽しいか。はい。四組の先生は。山城俊典先生です。山城俊典先生、はい、かっこいいか、はい、はい、イケメンです。足速いですよ。足速い、全然かっこいい。50メートル6秒か覚えてるお前聞いてるかもしれない。そうだよ、聞いてたらお前もう明日卒業式で卒業証書終わったさんよ。終わったな、1年からやり直す。そうだな、もうケンヤは明日卒業式体育館の後ろで待っといた方がいいかもしれない。うん、この吉典先生にお世話になったことは。吉典、あ、吉典先生、吉典先生にお世話になったこと、はい、ケント君、はい、はい、明日の卒業式にかかってくるよ、なんていうかによって。6年生の初めの時は、うん、タンチャーだったけど、タンチャーだったけど、ちょっとすぐ怒るところがなくなって。ああ、そうですか、わかります。ケンヤ君、はい、あなたも4組、はい、どうですか先生は。あれ、先生の話だったからなんか、おい、どうした、大丈夫か、優しい、優しい、本当かな。流星君、はい、はい、あなたも4組ですか。はい、はい、どうですか。流星君、はい、話変わるけどさ、さっきから気になるんだけど、君の左手に何ね、これあ彼女の電話番号か。いや、あ、今日試験があった。あ、あれです。試験の答え書いてあったの手に。いや、ゲームの ID。 ゲームの ID なんじゃそれ。何ね、ゲームの ID って。なんかこれを使うと点数が上がるとか。いや、なフレンドっていう。フレンド、友達になる。ゲームのオンラインっていうやつで友達に。言うな、それ。さっぱり意味わからない。普通のこんなピコピコピコってやるゲームじゃないわけ。はい、オンラインで誰かと見えない人と戦うの。戦うじゃなくて何、一緒にやることができるし。で、この ID わかると友達になりやすいわけ。はい、はい、もともと友達。あ、もともと友達や。わからない人もいるけど。あ、これ例えば沖縄だけじゃなくて全国の人とできるの。はい、すごいな、世の中進んでるな。はい、あ、小学生ってみんなやってるの、そういうこと。いや、やってる人とやってない人がいます。ああ、俺やってません、まあ、俺やってません。やってる人、はい、3人、やってない人、はい、4人、あ、全く今の話わけわからん人、はい、はい、あ、2人ケント全く意味わからない今の、はい、うん、ゲームに興味ありません。おゆうがくい、やってるよ、試験よ、おめでとう。言われてるよ、みんなに。どうすんだよ、おい。モンストとか意味わからない。モンストとかって知ってるな。名前しか知っていません。やらせてとか言うし。あ、モンストって何ね。モンスターストライク、引っ張り張って。モンスターストライク、はい、引っ張ってやるやつって。引っ張ってやるやつ、やったことあるから。タッチパネルで、タッチパネルっていうか、スマホ、スマホで。あ、スマホ、タブレット。ごめん、もうこれ以上やったらもう僕はもう全然分からない世界に入りそうだから逃げような。はい、野球の話に戻ろうね。ケント君、はい、尾藤ドラゴンズに入ったのは何年生ですか。時間かかるキャプテンだな。覚えてないば。幼稚園の頃見に行って、1年生に入った。入った、入りましたね。あ、そうですか、入りましたね、そうですか。はい、ケンヤ君はどうですか。3年生の頃に入りました。3年生ですか。はい、流星君は5年の半分ぐらいから入りました。5年半分、じゃあまだ1年ちょっと。はい、お、それまで何してた。まあ1回3年に、うん、入りに行ったけど、うん、やめて、うん、やめた。はい、誰かにいじめられた。いや、ちょっと翔吾とトラブルがありました。ああ、あったの。あったよ、あった、うん、あった、あったよ。じゃあ翔吾くん聞いてみましょう。翔吾くん、はい、あなたが入ったのは何年ですか。幼稚園生ですね。おー、幼稚園に入った。はい、で、何、後から入ってきた流星をいじめた。いじめてませんよ。いじめてない。はい、大丈夫か。はい、仲良くしてた。はい、仲良くしてた、はい、と思います。と思います。君はそう思ってたけど、反対はそう思ってなかったのかな。はい、圭吾くん、はい、はい、あなたは何年生になりましたか。野球は1年の後半からだったけど、うん、尾藤に来たのは3年生からです。あ、転校してきたの。はい、どこから。名護の羽地で。あ、羽地、羽地ファイターズ。はい、オレンジのユニフォーム今も。はい、あ、そうですか。あっちから、名護から転校してきた。はい、名護とこだとどんなか。
今ここのところがいいと。うん？ここのところがいい。ここのところがいい。はい。はい、名護にいるときはちょっと名護無にしていた。そこまでしてませんでした。あ、大丈夫だった。はい。はい。はい、大成君。はい。何年から始めました？3年から始めました。3年から？はい。はい。あすき君は？4年生です。4年生から。はい。4年から始めてすぐ大成に追いついた。すぐではないです。はあ。大成やっぱり上手か。はい。はあ。でライバル。はい。はい。キャプテン健人君は。はい。中学校行ったらどうしますか。軟式でセカンドのポジションを希望して。うん、うん、希望して。最高でも2番バッターにはなれるように頑張って。あ、最高でも2番バッター。はい。あ、分かりました。大丈夫か。はい。中学校はみんな東中ですか。はい、はい。東中で軟式やる人。はいはいはい、はい。ボーイズで硬式やりたい人。はいはい。大成君。はい。ボーイズで硬式やりたい。はい。どこのボーイズに行きたい。ポニー。あ、ポニーか、ごめんなさい。ポニーがいいです。あ、ポニーがいい。はい。もうチーム決まってる？決めた？ポニー。今考え中。沖縄ポニー。はい。はい、頑張れよ。はい、はい、東中はあれですか、ケント君強いか今。まあ今強いですね。あの二つ上の先輩たちは強いです。強い、離島に勝つぐらいです。ああ、じゃああなた方が入ってったらもっと強くなるな。はいはいはい、はい、皆さんドラゴンズが7人、はい、同じ離島小学校の合わせパイレーツは何人いますか。8名です。8名です。8人、はい、じゃあ15人、はい、大成君がボーイズに行っても14人、はい、あ、楽しみだな。ブルパーもいます。あ、ブルパーズも来るわ。はい、あ、じゃあますます強くなるな。はい、レギュラー争いも大変じゃないか。はい、はい、3人。ケント君、あ、でもあっちからもポニー行く人います。あ、そうか。ケント君、はい、キャプテン、はい、身長何歩ですか。140…4 から6。4から6は毎日伸び縮みする。最近測ってないので、うん、4から6の間を、間をやっぱり伸び縮みしてるんだな。ケンヤ君は身長何坊ですか。143センチぐらいです。君は伸び縮みはしてません。ああ、そう。ちょっとあれだな。圭吾君。はい。あなたは147ぐらいです。150にまだ届いてない人。はい。3人。はい、はいはいはい。一番大きいのは翔吾君か。あ、アスキー。アスキー。翔吾、翔吾、翔吾、翔吾です。翔吾選手は身長何歩ですか。158です。158。はい。じゃあ入学中学校に入るまでの160になりたいな。はい、なりたいですね。うん、2センチ前に授業に飲んで、あ、豆乳飲んでます。豆乳飲んでます。たくさんご飯も食べて牛乳飲まんと。はい、はい、それとなんか早寝した方がいいらしいよ。はい、食べてるけど。食べてるけど何？伸びません。伸びません。はい。早寝保育もしてます。早寝保育もしてる。早寝早起きもしてる。そっか。じゃあ何が足りないかはよーく先生と相談して、うん、あると聞きたらすぐバンって伸びるかもしれないからな。はい、うん、毎日夜眠る前に身長測ってから眠るよ。はい、うん、朝起きたらすぐ5センチぐらい伸びてるかもしれないよ。すごい、1年で5センチあんまり、うん、1日一晩で5センチ伸びたらかっこいいさな。はい、うん、もともとケントは伸び縮みするタイプだから。違います、違います。いや、2、3センチはすぐ伸び縮みするだろう。すいません。楽しみだ。はい、うん、はい、みんなで頑張って、じゃあ沖縄東中を強くしてくださいね。はい、はい、ここでですね、はい、なんと皆さんのお父さんお母さん、お父さんからマブや父ちゃんから1時6分にリクエストをいただきました。1時6分、7時から始まる番組に1時6分にリクエストをいただきました。尾藤のマブヤー父ちゃんです。今日はうちの子供たちがお世話になります。リクエスト曲は2010年夏の甲子園で興南高校が春夏連覇した時の熱闘甲子園テーマ曲あと一つを卒団生7人とその父母にお願いします。PS 監督コーチの皆さん、子供たちもここまで成長しました。今までありがとうございました。
水戸ドラゴンズの父母の皆さん、そしてラジオを聴きの部活生をお持ちの保護者の皆さん、毎日の送迎やお弁当作り、部の運営とお疲れ様です。いろいろと大変ですが、感動を与えてくれる子どもたちのためにできることから子どもたちをバックアップして頑張りましょう。かっこいい。誰のお父さんか。正吾です。正吾のお父さんかっこいいな。正吾のお父さん、もしかしてさ、昨夜眠らずに考えて昼にメール送ったかもしれない。多分眠ってた。夜眠ってた。ああ、そうか、わかりました。はい、じゃあ、まぶや父ちゃんからのリクエスト、あと一つ聞いてください。お願いします。前に寄せて、はい、アスキ君、はい、松田きなりさんってお友達、いとこ、いとこです、いとこ、ラブレターが来てる。いとこ、昨日高校に合格したの。はい、お祝いに来てくれてありがとうね。アスって、誰ですか。ファンキーモンキーテーブル知ってる。はい、知ってる。はい、すごいな。リス好きなんです。タイトルはあと一つでいいですか。はい、あと一つ。名前がファンキーモンキーテーブル。ファンキーモンキーベイビーってあの3人組合。はい、今1人になってます。今1人になってる。はい、はい、解散したんだ。ファンキー加藤だけじゃん。そうよ、ファンキー、ファンキーさん、ファンキー、どうだ、こっちもしあれ貸してって言ったちょっとですか。喋ってる時右だけ聞こえじゃん。喋ってる時ケンヤ、後ろだっていいよ。行こう。はい、やばいから。はい、いいよ、これでいいよ、これ。歌詞わかりませんって。歌詞わかりませんって。そう。あれ、正吾がわかりませんか。ああ、わかるくせに。ジュースわかりますよ。全部覚えてます。ジュースわかりますよ。全部覚えてる。あ、もう、なんすか。どこ、お前も覚えてるだろ。俺もあと一つは覚えてるよ。お願いします。歌ってください。あと一つ、ここしか覚えてないけど。もうあっという間に半分終わったからね。はい、はい、早いっすよ。27。もう映ってる。大勢なんか今これとこれでも映してる。どうにんの俺。イエイ。カメラの切り替えはこれでできますかね。ん、さっきのメールのやつをここを押すと。あ、はい、ちょっと、はい、企業が上手に見えるのが気づいてる。押さえるようなアイコン。お前覚えてたし。じゃあ次。希望と呼ぶなら、一体誰が呼んだら。おっちかや。ザツモン。これ今映像も撮ってるけど、多分後で YouTube にもなるから。おー。おー。
い。YouTube って知ってるの？はい。すごいな、俺知らない。ショゴが、ショゴがよく使うの。あれ、あれ、あれですね。あれ見る。ネット甲子園とかね。あ、違う。あ、違う。あ、ネット、ネット甲子園。あれはダメですよ。ネット運動会。あ、聞こえてる。ダメですよ。あ、ネット運動会じゃない。そんなの見ちゃいけません。ネット甲子園とかね。説教しますよ。ダイヤの S。 うん、全然見たよ。何も見てたんじゃん。うん、見た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 。まあ、あの黒いカメラ、カメラに映ってる。あれも映ってる。なんて調べるの？どれを、どれで動いてるんですか？これ、なんて調べれば出てくるんですか？ YouTube。ヒッティングチャンスっていうカタカナで。ヒッティングチャンス。ヒッティングチャンス。バッティングチャンス。多分一日ちょっと待たなきゃいけないと思うけど、明日ぐらいに YouTube にどうやって載せるのか。何分あるんですか？何分、何分、何分、後で。はい、15秒前です。はい、よいしょ。マイク上げます。はい、誰の歌だった？ファンキーモンキーベイビー。はい、ファンキーモンキーベイビーのあと一つ聴いていただきました。はい、歌えるこれ。はい、はい、カラオケ行ったら歌う。はい、行、はい、きません。歌いました。アスキ君、はい、アスキ君、はい、ラブレターが来てるよ。おお、はい、松田、きなりさん。あ、さっき、さっき来ました。うん、いとこ、はい、はい、アース見てるよ。昨日お祝いに来てくれてありがとうね。高校に合格さん。はい、うん、あれどこの高校に通った？わかりません。わかりません。どこだろう。情報ちゃんと仕入れとけ。いかん。はい、頼むぜ。はい、はい、昨日合格発表、あ、合格発表でした。合格発表があって、県立高校に1万3000人。新しくまた4月から高校生。皆さんは4月から中学生。はい。試験あった？いえ、いえ、沖縄に合宿試験なしで入れるのか。はい、あ、そうか。はい、カトリックとか。ああ、カトリックとか試験がある。小学科大とか。あ、そうです。沖縄東中はありません。試験なし。広木も、はい、上本大丈夫か。俺らのクラスで一人行きます。どこに行く？カトリックに受かって俺たち二人だけ。そっか、みんな勉強する人と野球する人と分かれてるのか。マジで。はい、皆さんはじゃあ野球頑張れよ。はい、はい、だ沖縄東中で野球部に入る、東中で野球部に入る人、はい、あ、6人みんなで、ボーイズじゃなくてポニーに行くんだったな。はい、大勢くんはね、はい、行くかもまだ分からん。はい、あ、そうですか、はい、キャプテンが一番もうわけ分からん。本当6年生か。うん、実は1年だろ。3歳ぐらいじゃないか。全然落ち着きがないけど。という年下やし。うん、ケント君。はい。どしっと構えてくれよ。はい。はい。身長伸び縮みするなよ。すいません。はい。はい、ケント君はセカンドって言ったけど、ケンヤ君はポジションどこ狙ってる？中学校では。セカンドです。セカンド。おー、ライバル。おー、ライバル。はい。流星君は？レフトです。ここはセカンドって言ってほしかったな。流星君は？セカンドです。オッケー、三人並んでね。はい。翔吾君は？セカンドです。おセカンド厳しいぞ。はい、健吾か、健吾くんはセカンドです。うわノックしたらセカンドに5人。いやじゃあポニーに行く大勢くんは飛ばして、アスキくんはピッチャーです。あ、ピッチャーですか。あ、はい、わかりました。じゃあ戻って、リュウセイくんは本当はどこがいい？レフトです。レフト、はい、ショウゴくんはファーストです。ファースト、ファーストとピッチャー兼任で。ファーストピッチャー兼任、はい、そっか、忙しいな。はい、はい、圭吾君はセンターです。センターですか、はい、大勢君はポニーでどこ行く？どこやりたい？センターやりたいです。センターですか、はい、アスキ君はピッチャー、はい、オッケー。じゃあ翔吾とまたピッチャー争いするか。はい、うん、楽しみだな。パイレーツにもいいピッチャーいるか？はい、はい、おいろ、ブルパーズからも来そう？いいピッチャー。いや、でもポニー、ポニーか、ポニーか、ライライライ、
いますよ。いずれにしても楽しみだな。はい、うん、よし。バッティングはどうかね、ケント君。バッティングは、はい、自信ある？チビにしては自信ある自分で言うね、悲しいな、はい、これから大きくなるんだろ。はい、伸び縮みする、もう縮むのはなしで伸びるだけなはい、はい、頼むぜ。ケンヤには勝ってます、はい、おー、そうですか、うん、言われてるけど、ケンヤ君どうするか。バッティングは自信ないけど、バントなら自信あります。おお、バントは俺も自信あります。あー、そうですか、はい、ライバル意識がある。もうなんかこれでバチバチ火花が飛んでるなあまり近づくないわ、すごい、はい、燃え始めるかもしれない、はい、流星君は、流星お前しかないだろ俺かって聞くな、流星君は。バッティングはまたパス。翔吾君はバッティングはどうですか。自信あります。おー、自信ですか。最近左に変えたばっかりですけど。あ、左に変えたんですか。はい、バッチリですか。まあ、うん、調子はいいと思います。オッケー。ケイゴ君はどうですか、バッティングは。あ、自信ありますよ。自信ありますよ。はい、はい、何が。バントとかも。バントとかも。よし、はい、大成君は。あ、バッティングは自信あります。ありますわ、みんな自信あるな。オッケー。アスキ君は。まだまだだと思います。まだまだだと思いますわ。控えめなやつだな僕はピッチャーでいい。両方頑張る。ああ、高校まではピッチャーも打席入るだろ。はい、大学からね、プロ野球パシフィックリーグは指名打者だけど、バッティングもやらんと。はい、頼むぜ。はい、はい、しっかり頑張れよ。はい、はい、ところでケント君。はい、キャプテンはどうでしたか。何年からキャプテンしてるの。4年の終わり頃です。4年の終わり頃からみんなに、おい、ケントキャプテンやってくれって言われた。はい、うん、言ってません。ケントが自分で俺がやるって言ったの。はい、はい、キャプテン何回も交換してるから、うん、ちょっと勝負とか3回ぐらい交換そうか、俺まだ1回しかやったことない。1回しかやったことないけど最後までやった。はい、すごいさ。勝負は何、3回キャプテンやったということは3回クビになったのか。3回だった。3回で、3回。なんでふざけたり、はい、あ、ふざけるの上手なんだ、ショーゴは、はい、みんなを盛り上げる役か、はい、盛り上げる役だけど、ふざけたこのやり方だったら、まあ、ダメ。これ誰だ、監督が、宮里監督が、あ、もうお前、キャプテン交代って言うの。はい、あ、はい、います、はい、あ、で、何、ケントお前やれって言われたわけ。あ、みんなで、みんなで考えました。あ、みんなで決めた。はい、ケント君がいいんじゃないですかって。いえ、まあ、見てとかやるし、あ、ただみんないなかったから、やりたい人。あ、みんな手挙げなかったからケントにどうぞどうぞって来たわけ。ケントだけが、ケントだけが手挙げた。あ、そうか、俺しかいないと思った。はい、うん、あ、いや、何だけど、もうあれ本当にキャプテンか、はい、すぐ黙り込むけど大丈夫か、はい、ヘッドホンで音楽聴いてない一人だけ大丈夫か、はい、はい、ケンヤ君、はい、実は俺の方がキャプテンはうまいと思っている。あ、流星君、はい、ケントよりは俺の方がリーダーシップあると思っている。はい。で、どうするか。俺の方が何や。しっかり旋回、キャプテン。はい。あ、そっか。もう大丈夫か、うん、あと、はい、明日で卒業式、もう6年生送る会終わった。はい、終わった。はい、はい、じゃあもういよいよ中学生だな。はい、うん、楽しみですね。はい、ケント中学校でもキャプテン狙うか。狙います。狙います。中学校でキャプテン狙う人、あ、ケント一人。 OK、 分かりました。狙うんだったらさ質問されたら即答えなさいよ。はい、うん、考える時間が長いぞ。はい、いいですか。はい、はい、好きな食べ物は。ハンバーグとステーキと刺身です。おお、三つの中で一番好きなものは。刺身です。はい、つまみ系が好きです。つまみ系が好きです。はい、おっさん系だな君が、はい、でもビールは好きではあります。当たり前だ、当たり前だよビール好きって言われたら困るよな。将来飲みません。将来飲みません。これは決めてます。決めてろ。
よーし、みんな見とけよ。はい。なあ、今12歳。はい。12歳。はい。あと8年経って成人式にさ、パーリーするときに、ケント、お前8年前にビール飲まんって言いよったよな、って。なあ。なお、覚えとけよ。みんな覚えとけよ。はい。あ、ケントが忘れてもみんなが覚えとけよ。はい。ケントがビール飲もうとしたら、お前飲むわ、って言いなさいよ。はい。どうするか、ケント。忘れたっていうか、その時は。そして飲むだ。飲みません。お、本当に。はい、よーし。ここの悪くないかもしれない。あ、そうかそうか。もっとか。そうか。大丈夫、飲まない。はい、お前強いやつだな。よし、期待してるよ。飲むなよもう。はい、な、何飲むじゃん。ワイン。ワイン、酒だろ。水。コーラ。またほら、止まった。コーラ飲む。コーラも甘いからあんまり飲みすぎるなよ。はい、あ、気をつけてよ。はい、健康体目指してる、うん、たまにはレモンティーたまにはレモンティーするとなんかあれだな、複雑な趣味し、あの趣味じゃない、思考だな君な、うん、はい、だけどビールは飲まない。ビールは飲みません。よし、宣言したな。はい、はい、OK、 覚えとくよ。はい、はい、8年後楽しみだな。はい、塚山健人君が成人になった後ビール飲むのを見かけた人は健人くんから1000円罰金取ってください。なあ、いいですか。はい、あ、無理やりはダメ、無理やりは。何千円貯まるか。なあ、うん、飲まないんだったら必要も払わんでいいさな。はい、ここでスポンサーからのお知らせを聞いてください。お願いします。CM です。 CM やって、 CM やって、すごいな、今 CM 入りました。ヤフソ工業って、ヤフソ工業、はい、さっきネームペア欲しいって言ってなかった。はい、なんか何するの。あの、さっきの YouTube ヒッティングチャンス、チャンス、あとからやれやかれやこれ、これ、これさ、なんだった今これ。 FM、 ありがとうございます。 FM 講座のホームページで聞いてくれたんですよ。はい、 FM 講座のホームページで。はい、どこであるんだったっけ。 FM 講座、うん、ライブ履歴かな。 CM の時ってさ、マイクペン撮ってないよ、撮ってないよ。あゆえお、あゆえお、これで飛んでくる。このプラスのとこを押してもらって、プラス、はい、こっち、あ、こ、ね、あ、こっち、かみさん、はい、聞こえてない、マイク消してる、マイク消してる、お父さん、聞こえます。あ、ちょっとなくなってる。マグヤお父さん、聞こえない、聞こえない、俺の方が聞こえるから、聞こえない、これ聞こえない、聞こえない、マグヤのお父さん、ケントでしょう。自分たちで探せ、パソコンね。ケント頑張って探すんだ。パソコンでもいいと思う。あ、はい、宇野原だ。よいしょ。お鳴らしていいですか。やばいじゃん。マイク、マイク。いや、お前。マイク、マイク。え、今日。来た。来た、来た、来た。してない、してない。マネーでしょ、見れない。もう家で調べる。あ、一回家で調べような。リングチャンス。調べるって言っても明日だよ。ダメ。前、あ、やばやば。カメラってこっちもですか。そうそう、これが撮ってるやつ。マイク聞こえるすぎる。聞こえるよ、そこで写真ってる。俺持ってないけど。俺持ってない。カメラついてる。100均と100均。カメラ。あ、ハトはクワコンを買うの。俺も買った。カメラ。兄ちゃんからもらった。俺も結構白い、ちょっとあれけど、俺もやる。白い靴下。あ、白い靴下ないな。黒でいこう。俺も。俺白ある。20秒前です。20秒前ってお金。20秒前です。もう一勝利作る。マイクあげます。はい、今夜のヒッティングチャンスは尾藤ドラゴンズの皆さんと一緒に、お送りしています。今スポンサーからのお知らせありましたが、大根山スポーツ店では、4月5日まで春の応援セールと
ということで、2000円以上のお買い上げの方に 20% オフということでセールしてますので、ぜひとも大沼スポーツまで足運んでください。一部、対象外の商品もありますが、野球用品豊富に揃ってますのでぜひ行ってください。行ったことある？どこにですか？那覇までスポーツ、那覇のスポーツ店に行ったことある？いやいや。どこのスポーツ店に使ってる？デポ。デポで、ああそうか、近いからな。はい、オッケー、わかりました。野球市場。野球市場今どこにあるの？メインシティ。メインシティの隣です。メインシティってどこにあるの？メインシティ。石川。石川。あの坂降りていく。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。流星君。はい。何してやん君。はん。ケンヤの耳に息吹きかけて。大丈夫か？大丈夫かおい。はん。まあ、ケンヤ好きなのか、いつもこんな感じ、いつもこんな感じや、ほっぺた触れる、ほっぺたとか触る、はい、いやちょっと大丈夫か。あ、なんだった、あのこのツイキャスとかいうやつに録画されて残ってるよ一緒。、うん、まあさっきもこんな証拠映像が。話しやすったな。あのケンヤ、はい、嫌な時は嫌って言いなさいよ。あ、はい、お、なんか嬉しそうな顔してなかった今。大丈夫か？あ、友達か。親友だから。そういうことか。はい。明日卒業式ですけど、はい、何歌うの？旅立ちの日。旅立ちの日。旅立ちの日。だ、ちょっと聞いてみよう。白い光の中に山並みは越えて、遥かな空の果てまで待って君は飛び立つ、限りなく青い空に心潤わせ、自由をかける鳥よ、振り返ることもせず、勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、今別れの時、飛び立とうよ未来信じて、始め。はい、最後しっかり歌え、最後まで、はい、力信じて、この広い、いやー素晴らしい。はい、尾藤小学校6年生100何十人卒業する？156人。すごいさ、156人。卒業生代表、塚山健人。はい。卒業生を代表して、どうぞ、一言。中学校でも部活と勉強を必死に頑張りたいです。あー。川光健也。はい。どうぞ。中学校になっても、勉強を頑張って部活も頑張りたいです。小発流星、はい、どうぞ。中学校になっても部活や勉強を頑張りたいです。はい、ちょっと割り込むけどさ、はい、中学生になってもじゃないか、中学校ウルトラマンでもないから中学校にはなれんだろ。なあ、ちょっとどうかなと思うけど。はい、平翔吾。はい、部活と勉強、学校のことも両立できるように頑張りたいです。上津慶吾。はい、中学生になっても勉強と部活を頑張って高校に行けるように頑張ります。はい、野原大成。はい、部活とバイト、あ、そうです、そうです。バイト部活と勉強両立できるように頑張りたいです。はい、松田あすき。はい、部活、勉強、友達関係、
を大切にしていきたいです。彼女関係はないです。ないですか、誰も彼女の話しなかったな。あ、中学校に行ったら彼女探しますとか、おい流星よ、お前退場させるよ、お前ケンヤの耳そんなに美味しいのかよ、聞かないよお前大丈夫かな、初めてだな、1500人スタジオに来たけど隣のやつの耳舐めてるの聞かないよ、ケンヤも嬉しかった、そうか、してない、舐めてない流星や、確かに舐めてはないけど息吹かけてる、息吹かけてる、それでも相当おかしいよ、かまちょうしてる、かまちょうしてる、学校でも授業中こなしてるの、隣の人に、いや、ケンヤはケンヤにだけで、あ、そうか、ケンヤが好きなんだ、はい、うん、まあでも親友だから、そうか、ケンヤもやり返してる、いや、いや、合宿とかに行ったらさ、隣で眠ってるの、うん、言うたり言うたり、うん、ベッドがあって、うん、こいつは怖いからって言って、うん、ベッドには眠らないで、うん、下に全員、あ、みんなで眠って、うん、俺だけ別に怖くないからベッドで眠った。ベッドが怖いわけ？はい。ベッドの下なんかベッドの、あの玄関のところから幽霊が来るとかなんか言ってから、うん、怖いって言ってたから。今何、伊江島の話？いや、修学旅行の。修学旅行。名護に行きました。うん、あの、シマンチクラブ。シマンチクラブ。はい。わからん話が次から次出てくるな。はい。うん、あ、修学旅行名古屋だった、はい、楽しかったか、はい、告白タイムとかあったか、ありませんでしたよ、そんなのないです、ない、はい、枕を投げたか、あー、いえいえ、カメラがあるから、あ、そうすか、ピンポンだし、うん、先生が来るから枕投げようぜとか言わんかった、先生あまり来ません、あ、そうか、カメラで見てます、あ、カメラ、カメラ、監視カメラ、はい、あれ、うわ、あったか、小学生も監視カメラで監視されるんだ、はい、そうか、中には外に出た瞬間も言われる、あ、外で裸でピンポンダッシュした人、あ、痛い痛い痛い、チンチンブラブラでダッシュしたわけ、はい、よくあって、ケンヤ、下をつけて、あ、ケンヤ、じゃあ何、女の子からケントさんこれ読んでとかって手紙もらったか、ないですか、誰かもらった、誰ももらわん、みんな疲れてますよ、ね、あ、みんな疲れてた、予定がいっぱい、あ、予定がいっぱい、忙しいんだ修学旅行は、はい、でも10時に眠りました、あ、10時に眠った、俺12時に眠った、3時ぐらいに寝た、俺2時くらい、あ、俺は、あ、でも10時に眠ってないけど、うん、みんなは10時に眠って、俺だけ起きて、あんまり早く眠ったらさ、はい、うん、パンツ下ろされてからいたずらされんかとか、あー、ケイ大丈夫だった、ケイは甘くなった、野原でいいのあれ思いです、落書きしてる顔に、じゃあ一言ずつ、はい、はい、ケント君、はい、お父さんお母さんへ、はい、何を伝えるか一言どうぞ、急げよ、もう時間ないよ、急げよ、はい、どうぞ、中学校でいい高校に入れるように甲子園目指して頑張りたいで、あ、頑張ります、はい、ケンヤ君、中学校でレギュラー取れるように頑張るので応援よろしくお願いします、はい、流星君、中学校で中間テストはいろいろなテストで100番内には入れるように頑張ります、はい、ちょっと待ってよ、中学校もいいけどさ、小学校のお礼をこれからお願いします、はい、翔吾君、本当に迷惑かけてきたから、もうその恩返しみたいなしたいです、大人かっこいいやあ、はい、慶吾君、中学生になっても勉強や部活を頑張るので応援よろしくお願いします、はい、大成君、12年間ありがとうございました、これからの方が長いんだよ、 これからもよろしくお願いします、はい、あと100年ぐらいあるからな、はい、あすき君、ね、小学校で送迎とか弁当とか作ってくれたので、うん、中学校に行って、君が作ってあげる優勝とかして恩返しして、うん、あ、そうか、やっぱりな、優勝して恩返しする、かっこいいな、頼むぜ、はい、で頑張って、先輩みたいに、浦島の先輩だ、名前何つったっけ、久渡先輩、ね、甲子園に行けよ、はい、うん、しっかり頑張ってよ、はい、はい、沖縄ブロックでは今週末、沖縄市内郵便局大会が行われます、沖縄市内の16チームが、出場して5年生3人、4年生3人、3年生以下3人という編成での大会になります、こちらの方も応援お願いします、6年生どうするか、卒業式終わってるけど応援に来る、いや、あ、はい、来てちょ、はい、
あ、中学校の練習行きます。あ、中学校の練習行こう。いや、俺も行こう。明日から。明日から。明日じゃない、明後日。あ、金曜日だよ。明日じゃあ卒業式だからお家でたくさんお祝いしてね。いい。明日の練習の合同の。いいよお祝いしてくれよな。4時間です。卒業おめでとう。お父さんお母さんに、うん、お父さんお母さんの肩もんであげなさいよ。あ、それは何、カチカチいつもやってろ。やっている時が汚いや。やっているいつも。はい、オッケー。いつもやってるね。はい、オッケー。やれよこれからも。はい、今日帰ったらお父さんお母さんにちゃんとお礼しなさいよ。はい、明日卒業式で、はい、校長先生に、はい、昨日ラジオで校長先生のことをたくさん褒めましたって言っとけよ。はい、うん、褒めてくださいよ。うん、だから今から褒めなさい。はい、優しい校長先生、はい、面白いですね。先生優しい、面白い、面白い、とても面白いです。校長先生の名前は正しい、正しい。与那峰校長先生どんな方ですか。面白いです。面白いです。優しいですか。はい、はい、カーギは、はい、ハンサムですか。はい、はいはい、じゃあもうバッチリだね。はい、スタイルがいい。 OK、 わかりました。はい、今日のヒッティングチャンスは尾藤ドラゴンズの皆さんとお送りしました。ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムワザ歯科、沖縄市山内上切館団家、ベースボールプロショップ大根山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。卒業おめでとうございます。明日ありがとうございます。かっこいい卒業生になってね。はい、はい、はい、がヒッティングチャンス。ではまた来週。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ちょっと写真。はい、ありがとうございます。僕らがヨギトです。はい、池松さんが。